オーリンズ軍はアメリカ合衆国バーモント州の北部に位置する軍である。北はカナダのケベック州に接している。2010年国勢調査での人口は27,231人であり、2000年の26,277人から3.6%増加した。軍庁所在地はニューポート市であり、同軍で人口最大の都市でもある。 ニューイングランドの他地域と同様に、軍政府にはあまり権限がない。州政府が支配している行政サービスをグループ化し、配分する手段を取っている。オーリンズ軍は北東王国と呼ばれるバーモント州北東部の先コロンブスキからの歴史を共有している。1753年、アベナ貴族が身の代金を払ったジョン・スタークを連れてメンフレマゴグ湖に下り、 現在ニューポートとなっている場所の岸に来た。彼らは南東に向かい、ニューハンプシャーの家に戻った。1759年、ロジャーズ・レンジャーズが、ケベックのセント・フランシスを攻撃した後で、この地域を通って撤退を強いられた。復讐心に燃える追跡者を混乱させるために、メンフレマゴグコの東岸で二手に分かれた。一体は、クライド川をたどった。もう一体は、 バートン川を南にたどり、クリスタル湖出口の滝まで行って、魚を捕まえることができた。そこからは、南の山を越えてパサンプシック川バレーに出た。イギリス国王は1774年のケベック法に、従い、2つの植民地であるカナダとアメリカの境界を、はっきりさせるために測量士を派遣した。その境界は、北緯45度線が想定されていた。 しかしその結果は意図された線の0.75マイル北の曲がった線になった。これは1842年のウェブスターアッシュ条約によって曲がった線を肯定する形で解決された。オーリンズ軍の場合は特にダービーライン村がカナダに返還されずに済んだ。1779年もしくは1780年、モーゼス・ヘイズン将軍がニューベリーからハードウィック、グリーンズボロ、 クラフツベリー、オールバニを抜けて、バーモント州北部のヘイズンズの地に至るベリー、ヘイズン軍事道路を建設した。この道路の目的はカナダに進行するためだった。その目的で利用されることはなかったが、地域の入植には効果があった。しかし、数少ないアベナ貴族以外のものがこの原生地に住むようになるまでに5年以上がかかり、それも夏の間だった。 1778年、バーモントは2つの軍に分けられた。1781年、議会が最北の軍であるカンバーランド軍を3つに分け、新しいウィンダム軍とウィンザー軍はほぼ現在の位置に置かれた。北側の残り部分はオレンジ軍と呼ばれた。オレンジ軍の範囲は、ニューヨーク植民地時代の1770年3月16日に、 組織されたグロスター軍に相当し、ニューベリーが軍庁所在地だった。バーモント共和国は1780年11月6日にエベネザークラフツと63名の同調者に町の設立を許可した。町名は1790年10月27日にエベネザークラフツを称えてクラフツベリーと解消された。クラフツは軍の最初期入植者だった。 1783年9月3日、パリ条約が調印された結果として、アメリカ独立戦争が終わり、イギリスはアメリカ合衆国の独立を認めた。バーモントとカナダのケベック州との国境は、北緯45度線とされた。1791年から1793年、ティモシー貧満が、現在貧満開拓道路と呼ばれる道路を建設し、グリーンズボロから、 北のダービーとカナダを結んだ。バーモントが州に昇格した後の1792年11月5日、議会は、チッテンデン軍とオレンジ軍を6つの軍に編成し直した。すなわち、チッテンデン軍、オレンジ軍、フランクリン軍、カレドニア軍、エセックス軍、オーリンズ軍だった。軍名をフランスのオルレアンから取った理由は記録されていない。 1797年に新しく、ジェファーソン軍が設立された時に、オーリンズ軍の領域が削られた。1810年、ランナウェイ池が突然バートン川バレーに溢れ出し、その水量は19億8800万マイガロンとなり、オーリンズ軍にとって有史以来の大自然災害となったが、人命は一人も失われなかった。 米英戦争中の1813年12月27日、近くのケベック州スタンステッドからイギリス軍民兵隊の侵略を受けた。これはダービーの防備がない兵舎を破壊し、物資を調達するためだった。怪我人は出なかった。この侵略までニューイングランドの大半と同様に地元住民は戦争に反対していた。多くの者はイギリスに物資を密輸していた。 この侵略の後では、その隣人に対する支援の心が消滅した。1816年6月、軍内に1フィートの雪が降り、農作物に被害を与えた。この1816年は、夏のなかった年と呼ばれるようになった。1835年10月に、ラモイル軍が設立された時、軍内のイーデン、ハイドパーク、モリスタウン、ウォルコットの町が遺憾された。 1858年、軍内のバートン町がカレドニア軍シェフィールド町から三角形の土地を譲り受けた。その中にはメイケの全体、クリスタルコの南部全体、サウスバートン村が含まれていた。南北戦争の時、バーモント第四不評連隊 D 中隊の大半はオーリンズ軍から徴兵された。連邦政府からの要請に応えて軍内からも志願兵が 国軍に加わった。1861年9月、彼らはバーモント第6不評連隊に入隊し、D 中隊を構成した。この連隊はバーモント第1旅団に配属された。1864年、バーモント第11不評連隊の兵士267名が、オーバーランド方面作戦の時に、ウェルドン鉄道で捕虜になった。イエルサレム聞いた道路の戦いと呼ばれている。 これらの捕虜がジョージア州のアンダーソンビル刑務所に連れて行かれたという情報が入ると地元の大きな心配ごとになった。その刑務所は当時ですらそのひどい生活条件で知られていた。捕虜の中の54人がオーリンズ軍出身だった。その多くは刑務所で死んだ。南北戦争の前からフランス人移民が軍に入ってくるようになり戦後も続いた。 バーモント州の他地域と同様、オーリンツ軍からは従軍できる男性の4分の1が南北戦争に参戦した。そのうちの10%が死んだ。帰ってきた者も障害者になって農作業を続けられない者がいた。その多くは志願兵として出て行った者だった。1860年代半ばから多くの農場が売りに出され農場の価格が急落した。近くにいた フランス系カナダ人はこれをチャンスにした。その結果、州内、特に北部で生まれた農場労働力が多州に転出し、20世紀への変わり目まで多くの移民が入ってきた。オーリンズ軍は、その設立以来人口が増えていたが、1900年から減少を始めた。1960年には2143人と、そこを打った。それ以降は、増加に転じている。 1903年モーリンズ軍はメールオーダーで監獄を購入した。年間約350人を収容した。1973年のロックコンサートには観客の落ちこぼれで一時に140人を収容したこともあった。1995年にこの監獄は閉鎖された。現在はアメリカ合衆国国家歴史登録罪に指定されている。 1903年、州法で各町はその領域内で種類を販売して良いかを決められることになった。1905年まで種類販売を認めた町はなかった。1903年以前の州法でアルコールを禁じていたわけではなかったので、その変化はそれほど急激に起こらなかったが、この法は不規則に執行された。1967年、 科学者のジェラルド・ブルがそのスペースリサーチコーポレーションのためにカナダ国境のすぐ北にあるハイウォーターに研究所を建設した。その敷地は軍内のノーストロイまでかかっていた。ブルの糸は重火器を使って研究用パッケージを衛星軌道に乗せることだった。2004年8月14日と15日、バンドのフィッシュがファイナルコンサートと銘打ったものをコベントリーで開催した。 このコンサートは単一の行事として、この街では最大の観衆を集めた。7万枚のチケットが販売され、集まった観衆は、州の歴史でも最大級のものになった。軍内には、アメリカ合衆国国家歴史登録財に指定されている場所が23カ所ある。2008年、バーモント州は、軍内のオールバに、クラフツベリー、アイラスバーグ、ローウェル、 ニューポートタウン、トロイ、ウェストフィールドの町、および隣接するラモイル軍とフランクリン軍の6つの町に、1995年から2006年まで行った健康度調査の結果として、ベルビデア山にあったアスベスト鉱山から半径10マイル以内の住人は、通常よりも高い石綿廃尚にかかっていたと発表した。州政府と連邦政府はこの問題の検討を続けている。 この調査に対する批判として、人口1万6700人の中から1995年から2005年までに、石綿肺症にかかって死亡した未症の患者3人に、基づいているという声が上がった。2009年4月、バーモント集権交渉は、アスベスト鉱山に関わる死者はすべて職業的な、暴露が原因だったことが分かったと公表した。この報告書では、 鉱山の近くに住む住人は、州内他地域の住人よりもアスベストが原因の病気リスクが高くないとも結論付けている。しかし、この鉱山跡は、現在も除染の必要性がある。2009年、除染の費用は3億ベドルと見積もられた。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は721平方マイルであり。 このうち陸地698平方マイル、水域は23平方マイルで、水域率は3.25%である。面積では、州内第5位であり、グアドループより大きく、モーリシャスより小さい。北東王国を構成する3軍の中では、最も広い。オーリンズ軍は、グリーン山地の東西の市脈の間に位置している。軍内最高地点は、J の町にある J ボンであり、 標高は3858フィートである。最低地点はメンフレマゴグ湖面であり、標高は682フィートである。軍内には主に4つの河川がある。バートン川、ブラック川、クライド川、ミシスコイ川である。ミシスコイ川以外は北に流れている。ミシスコイ川は西に流れ、カナダとアメリカ合衆国を行き来する。軍の南部、グリーンズボロ、 クラフツベリー及びグローバーの南ではラモイル川によって南と西に流れる。北のセントローレンス川流域として水の大半が北に流れることでバーモント州東部にあっては得意である。他の全軍はまっすぐ南にグリーン山地の東を流れコネチカット川に注いでいる。バートン川はクリスタル湖に注ぎ北のバートン、ブラウニントン、コベントリーを過ぎて ニューポートからメンフレマゴグ湖に注ぐ。この流域にはダービー、アイラスバーグ、ウェストモアの町があり、ウィロービー湖、クリスタル湖、シャドウ池、パーカー池がある。ブラック川の全長は約30マイルである。クラフツベリーのいくつかの池に発し、オールワニ、アイラスバーグ、コベントリーを過ぎる。セーラムでメンフレマゴグ湖に注ぐ。この流域にはオールワニの町とエリゴ湖。 ホスマー池がある。クライド川には4つの水力発電ダムがあり、その後にメンフレマゴグ湖に注ぐ。この流域には、ブライトン町、チャールストン町、モーガン町、ダービー町、シーモア池、エコー湖、およびアイランド池、クライド池、ペンショナー池がある。さらに、カナダのコーディクック川とトミホビア川の流域には、ダービー町、ホランド町、ノートニ池、ホランド池、 クレートアベリル池とリトルアベリル池がある。州内では池の数が最大の群である。州有林としてはヘイズンズの地、J、ウィロー B の3カ所がある。オーリンズ群は北方にあり、北方林、山地、水域、湿地があるので、泣き鳥が多い。2012年6月の案内所では、カマドムシクイ、東ホイッパーウィルヨタカ、ミルソンタシギ、アルダーヒタキ、 ウタいもずもどき、赤かめもずもどき、みそさざい、もりつぐみ、こまつぐみ、ビーリちゃいろつぐみ、ねこまねどり、かおアメリカムシクイ等が見られる。ニューポート地域で平均的な植物生育期は、下のない約130日である。ニューポートは標高の低い地域にあるので、標高の高い他の地域では、それよも短い。1950年から1995年の間に、 竜巻が4回発生した。すべて藤田スケールで F1 である。怪我人が出たこともある。全国平均の竜巻発生回数よりは2.7回、少ない。主要高規格道路1972年11月9日に、バートンから北に、週刊高速道路91号線が開通し、1978年には、軍の南に伸びたことは、一世紀前に鉄道が、 開通したのと同じくらいの影響があった。1980年、オーリンズ郡は20世紀で初めて人口が増加した。周回高速道路には郡内に5つの出口がある。2つはバートン町内にあり、バートン村とオーリンズ村が使える。3つはダービー町内にあり、最南部の出口27は1マイル離れたニューポート市に通じ出口28は、 ダービーセンター村とショッピング地域に出口29はダービーライン村に通じている。軍内には修道と1級、2級、3級道路の総延長で1041マイルの道路がある。このうち606マイルは未舗装路である。141マイルは未使用である。ニューイングランドの大半と同様、軍政府は道路を建設したり維持したりしてはいない。 ダービー町内の道路が最も長く102マイルある。ウェストフィールドが最も短く31マイルである。軍内ではニューポート市に5カ所、ダービー町に2カ所、国道5号線に6カ所、合計13カ所にしか交通信号がない。公共交通機関非営利団体の RCT がセント・ジョンズベリーを拠点にカレドニア、エセックス、ラモイル、オーリンズ各軍に バス便を運行している一般的には、ニューポート市からダービーセンターまで、ウィークデーに4便往復、土曜日に2往復走らせている。料金は25セントである。鉄道ワシントン郡鉄道が、ホワイトリバージャンクションから、北のセントジョンズベリーとニューポートに列車を30年間、走られせて、近年表彰された。貨物船である。軍内に停車駅はない。 メンフレマゴグコの東岸を走る線があったが廃線となりハイキング同様に線路も剥がされたこの線がビーブ近くで交差しているノーストロイを通って北西のカナダへは運行が続けられている空港群内にはニューポート州立空港がある4000フィートの滑走路2本があるバーモント州の全軍と同様にオーリンズ軍政府には行政機能が少なく 州レベルの機能と統合されている。残っている機能は司法である。軍の税金はない。2007年、資産税の中央値は1940米ドルであり、全国の人口2万人以上の軍1817、軍の中で第265位だった。2006年の予算は42万8612.51米ドルだった。徴税はこの中の65%である。 この予算はすべて州から充当される。約32%は裁判所の人件費である。22%以上が保安幹部の費用である。上級裁判所の副判事が軍予算の支出を承認する。道路委員会には道路や橋が適切に維持されていない時に市民が申請できる。上級裁判所、家庭裁判所、県民裁判所がすべて入法と市、 メインストリート247番にある。地方裁判所はメインストリート217番にあり、州検察官も駐在している。保安官事務所と監獄はメインストリート255番、上級裁判所ビルに隣接してある。保安官は通常選挙で選ばれている。エセックス・オーリンズ上院議員選挙区には、オーリンズ軍の全域とエセックス軍、フランクリン軍、 ラモイル軍の一部が含まれている。オーリンズ軍は州内でも保守的な軍である。2008年アメリカ合衆国大統領選挙では民主党のバラク・オバーマに63%近い支持を与えた共和党候補を支持した町はなかった。それでも衆議会上院議員や下院議員は共和党候補を選び、州知事や副知事は圧倒的に共和党候補を支持した。ただし、 州の役人はすべて民主党員を選んだ。2000年一般選挙の投票率は73%と記録的な数字になった。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。2000年時点で軍内には次の数の州派別信徒がいた。オーリンズ軍は国内でも世帯あたり平均消費額が5番目に少ない。2004年で 住居沈借料が州内で最も低かった。2008年住宅の3分の1はセカンドハウスだった。2008年3月時点の失業率は季節変動を調整して9.1%となり、州内で最高となった。州平均は5.3%だった。軍内に農業以外の民間企業が838あり、7392人を雇用していた。 2002年の工業生産額は2億3800万ベイドルだった。この年、小売業で2億4000万ベイドルを売り上げた。一人当たり小売額は9000ベイドルだった。企業の24%は女性が所有している。2003年、軍内に落農家は194件あった。これは、州内の軍で3番目に多い数である。2010年3月には、 それが139件まで減った。2007年の群の牛乳出荷量は2958万5000ポンドだった。1992年から2007年の間に農家の数は増えた。工作面積は1992年の14万9503エーカーから2007年の13万308エーカーに減った。林業では1998年から2004年の 間に雇用数が大きく増大した。小売業群内には薬局が5件あり、そのうち3つは地域チェーン店である。ライトエイドが2007年にブルックスの薬局を買収した時、これで地域の競合店が減るはずだった。バーモント州検察長官がこれに介入し、2店舗の1つを競合者に売却することになった。群内にはファストフードの全国チェーン店が4件あり、 一つは、オーリンズ、一つはダービー、二つが、ニューポート市にある。地域スーパーマーケットチェーン店は2軒あり、どちらもダービーにある。地方の雑貨屋もある。ニューポート市には、映画館が1軒あり、三館併合館である。オーリンズ郡は、住居に占めるセカンドハウスの比率では、ウィンダム郡と並んで第一位帯である。住民の78.2%は、 高校卒以上の学歴がある。大学卒では16.1%である。軍内に公立高校が三校ある。ノースカントリー統合高校は生徒数1063人。小水池域統合高校は同396人。クラフツベリーアカデミーは同59人である。ウィーラーマウンテンアカデミーは感情挙動、学習に。 問題のある7年生から12年生を教えており、生徒数は15人である。ユナイテッド・クリスチャン・アカデミーは、私立宗教系学校であり、幼稚園生から12年生までの108人を教えている。2007年、3つの公立高校の新入生が、標準試験で、週平均より低い点を取った。ノースカントリー統合高校だけが、リーディングで平均以上だった。 軍内で家庭学習を選択する児童生徒は95人いる。クラフツベリー顧問には認証を受けた4年生大学のスターリングカレッジがあり、学生数は100人近くである。ニューポート市にはバーモントコミュニティカレッジの文庫があり、学生数は300人近くいる。準学士号を提供している。軍内には図書館が13館ある。べてが非営利法人である。 スタッフの多くはボランティアである。軍内には18の町と1つの市がある。村は統計上の区分であり、それが属する町の一部である。ほとんどの町は警察機能を軍保安官に委託している。ラジオは FM 局が2つ、AM 局が1つ軍内にある。テレビは2つのチャンネルが見られる。カナダからの放送も視聴できる。ありがとうございます。